さあ、お乗りください。行ったらなんかいいことある？すんごいマテリアくれるとか。奇遇ですが、我々もマテリアを求めているのです。船の揺れに体を合わせるといいよ。こんな器用なことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。マテリアのためだもん。静かに、星が聞いています。聞かれちゃまずいのか。星が知るか。それはほどなくセトラの耳に入るのです。セトラは少々寛容の精神に欠けますからね。私、セトラの末裔ですけど。ななあなたが継承したのは血だけの。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。そうなの？セトラの日々は過酷です。知らないのに長く生きられるでしょう。でな、体のあちこちから血が流れていくのを感じてた。何も感じなくなったら死ぬんだと思ってた。でもそうはならなかった。強い風が吹いてた気がするんだよな。で、意識が体から引き剥がされるような気がして、気がついたら孤児院で寝てた。誰が俺を見つけて誰が運んだのか誰も知らないんだ。俺も似たようなもん。マジかってくらいの軍勢の相手して、すっげえ痛かった。確かに風が吹いてたな。自分が立ってるって気づいた時は驚いたの。なんの訳がわからないよな。生き延びてみたらこんな世界だし、それになんで生き残ったのが俺なんだ。どういう意味を。つい考えちまうんだ。あのメンバーの中で俺が残ったのはどうしてだろうってな。あいつらがいたら俺に何を望むだろうとか考えるよな。
ちょっと付き合ってくれ。いいけど、何？歩きながら話すわ。なあ、クラウドの様子は？重度の魔法中毒って感じだな。今のところ回復の兆しはない。まあ、あちこち当たってみるよ。そっか元気になったらあいつ得意げに話すんだろうな。魔法中毒からの帰還とかそんな話をさ。クラウドってそんなやつか？自分を価値ある人間に見せようと必死。そんなことしなくたって俺たちは一目置いてたのによ。へえ。そうだ、ザクス、あんたも何でも屋やったらどうだ？何でも屋？結構需要あるぜ。いろいろなことが起こりそうだね。考えとくわ。ここでよくデートの待ち合わせをしたな。ねえ、聞いた？ひょっとして。見ろよ、これ。何々？七番街の壊滅は神羅の自作自演。神羅の横暴を見過ごすわけにはいかない。民衆の怒りを思い知らせよう。神聖アバランチメンバー募集。希望者は野外集会所で待て。うわ、大胆だろ。こんなの神羅にも筒抜けだぞ。希望者が集まってもみんな捕まる。捕まえるなんて面倒なこと神羅がするかよ。いきなり撃たれてそれでおしまいだ。だったらなおさら。でもアバランチにはそんなことはものともしないバカ野郎が必要なのさ。おい、まさか行くつもり？あ、もう。ブレードからだと亀裂がもっとよく見えるのかな。あんたは人生の目的とか意味とか考えたことあるか？あるかな。うん、めちゃくちゃ考える。見かけによらない。神羅に入ってからいろいろあったんだ。いや、もうほんといろいろ。俺も目覚めてからずっと考えてる。おかげで毎日自己批判だよ。まあ、そうだろ。なあ、ビクス、さっき何でも屋は需要があるって言ってたよな。ああ。誰かもうやってんの、何でも屋？クラウドに決まってるだろ。あんた本当に友達か？クラウドとはいつ知り合ったんだ？え、俺は作戦の前の日だから、あれ何日前だ。ああ、俺どうも時間の感覚がおかしくなってるな。あ、それ俺もなんだ。どういうこと？俺に聞くなよ。お腹の中にいるこの子はどうなるのかな。わからない。この子の顔。甘い騙しはいかが。思い出の一つどうですか。無料でプレゼントするよ。俺はさ、間違いなし、2番目か3番目が好きなんだ。居心地が良くてさ。うん、みんなでキャンプに。やるかやらないかを決めるよりどうやってやるかを考えるのが性に合ってる。いいじゃないの。どうしてそんな俺が残されたのか。話はそこに戻る。必要なんだろ、あんたのその性分が。誰が求めてるんだ？そりゃあ、フィアリスと一緒にいた兄ちゃん。風を吹かせたやつ。あの風、誰が吹かせたんだろうな。俺に聞くなって。そろそろだ、用心してくれ。ああ。誰もいない。気持ちいいくらいな。まあ、神羅もいなくてラッキーっと。誰だ？
あれ、応募者？はあ？んなわけないじゃん！あんな雑なポスターで集まる奴らの間抜け面を見てやろうと思っただけ。でも残念、当てが外れちゃったみたい。じゃね、私行くから。俺の使命はこれじゃなかったみたいだ。意味なんてなかった。俺は選ばれたわけじゃ。付き合わせて悪かったな。ビッグス、なんか見つけようぜ。世界が終わるなんて誰が言い出した？なんか変だろ。どうしてみんなそんなことを受け入れてるんだ。このままじゃダメだって。探そう、なんか見つけよう。なんかってなんだって話だよね。今はまだ思いつかないけど、夢とか希望とかそういうのを見つけて、それをグッと抱きしめるんだ。グッと？なあ、ギュッとでもいい。あんたいいやつだな。考えとくよ。じゃあまたな。クラウドの見舞いもそのうち。ああ、ちゃんと考えろよ。俺も家に帰りますか。家だ。